いらっしゃい、いらっしゃい、みんな。今日作るのは夢の料理だよ。は？食の神金星、夢を実現させる味だ。今だけ限定、お買い得だよ。キュウリの財宝がザクザクだ。これが夢の味なんだな。神様、どうかお願いします。高橋くん、人の子が神様に助けを求めるときは貢ぎ物を持ってくるものじゃないかな。新鮮な刺身の盛り合わせでございます。ダメ。握り寿司でございます。ダメ。石狩鍋です。これは芋煮。ダメ。茶碗蒸し。卵焼き。豚肉の生姜焼き。サンマの塩焼き。すき焼き。そんなありきたりな食べ物が貢ぎ物になるとでも思っている？この食の神がじきじきに試練を与えて死んでよ。都へ旅立ちなさい。あそこにいる者たちに本当の料理を教えるのです。